はい、私キャラクターが大好きで YouTube でコバクロの YouTube いっぱい見て大好きになりました。で今日会えてすごく嬉しいんです。いつも応援したくて野球のこととか何も分からなくて試合とかも全然見たことないんですけれども、本当にコバクロ愛してます。今日とても本当に嬉しくて涙が出そうなんです。何を告白だな。本当に聞きたいことがあったらどんどん聞いていてください。雑談になりなくてごめんなさい。自分の気持ち言っちゃって、その気持ちは伝わってるかな。なんか頭の方に遊びに行かれるみたいですけれども、美味しいお店教えてもらえるかと思います。アドルの美味しいお店を教えてくださいと。この辺にツバクロの大好きな食べ物は何ですか。ツバクロの大好きな食べ物は何ですか。焼き鳥でしょ、焼き鳥。ニンニクホルモン。ビールによく合いますね。バクロと一緒に食べてる。食べに行きたいです。ベッツスターティング。ベッツスターティング。私はラブチューバーのジョジョ園よく行くんですけど、今度一緒に行ってもらいましたら嬉しいな。めっちゃ誘われそう。ラブチューバーのジョジョ園よく行くんですが、今度一緒にえ、ジョジョそうですね。どんだけクッキーなんだろう。ヤクルトスワローズに対して私まだ何もわからないことばかりなんですけれども、スワローズのおすすめなんかありますか。なんか私はあるんやと。はい、2020年からのファンクラブまだ入ったばかりなので、さあお時間の最後の質問いきたいと思います。最後バクラが回答してから。ありがとうございます。